るわけにはいかない。よっ、こんなと望ましい結果ではない。もう一度。アナウンサーシステム起動。この結果
少しずつデータが変化して終わるわけにはいかない。まだ終わるわけにはいかない。アナウンサーシステム起動。まだ終わるわけにはいかない。この結果は想定外。この結果は想定外。
るわけにはいかない。ごめん。アナータシステム起動。アナータシステム起動。この結果は相当だ。まだ終わるわけにはいかない。リミッター開始。よいしょ。よっこい。どうぞ。まだ終わるわけにはいかない。よっ。まだ終わるわけにはいかない。よいしょ。はい。望ましい結果ではない。望ましい結果ではない。よいしょ。
績は順調。
は想定外。まだ終わるわけにはいかない。この結果は想定外。もう一度。望ましい結果ではない。望ましい結果ではない。もう一度。アナータシステム起動。この結果は想定外。
るわけにはいかない。もう一度。まだ終わるわけにはいかない。まだ終わるわけにはいかない。アナントシステムを起動。まだ終わるわけにはいかない。アナントシステム起動。もう一度。まだ終わるわけにはいかない。アナントシステム起動。もう一度。この結果は想定外。まだ終わるわけにはいかない。データの蓄積は順調。この結果は想定外。まだ終わるわけにはいかない。もう一度。
たの蓄積は順調。まだ終わるわけにはいかない。まだ終わるわけにはいかない。
システム起動。まだ終わるわけにはいかない。アナータシステム起動。無駄である。リミッター開始。この結果は想定外。望ましい結果ではない。アナータシステム起動。データに変化して、無駄である。もう一度、もう一度、消滅せよ。
拘束。よっしゃ。リミッター解除。よく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 ない。アナンタシステム起動。アナンタシステム起動。さあ。まだ終わるわけにはいかない。
終わるわけにはいかない。終わるわけにはいかない。アナンタシステム起動。まだ終わるわけにはいかない。Come on!
再結合する。
るわけにはいかない。アナウトシステム起動。この結果は想定外。終わるわけにはいかない。望ましい結果ではない。望ましい結果ではない。望ましい結果ではない。アナウンサーシステム起動。アナウンサーシステム起動。アナウンサーシステム起動。この結果は想定外。まだ終わるわけにはいかない。もう一度。望ましい結果ではない。この結果は想定外。私の目的は…アナウンサーシステム起動。ではない。
わけにはいかない。もう一度。プラズマが再結合する。
グミと再結合する。
少しずつデータが変化してる。プラズマ国際結合する。
わけにはいかない。
るわけにいかない。村でやまだ終わるわけにいかない。ではない。
高速。プロセスの終了開始。待って。おい、どうした？思ってるに決まってるでしょ。不可能である。強制終了プロセスにおいて巨大なロスが発生、再開は不可能。ヒューゴ、システムの、なんだっけ、分割？パーティションな。それってヒューゴにもできるの？いや、権限がない。それに途中まではできても、最後はそっちから蓋をしてもらわないと。アーカー社と一緒だったら？できるかもしれない。権限さえあればだが。そこは多分大丈夫なんじゃないかな。 EB、 最後のフラグシェル返してもらうからね。そうか、これでアーカー社は元の権限を取り戻せる。どう？
これならいける。アーカーシャは全権限を取得した。任せて、琥珀。今なら何でもできる。アーカーシャ、ヒューゴと一緒にシステムを分割してくれる？任せて。どうするつもりだ、琥珀。プラン通りだよ。システムの分割が終わったら、EB にシステムを破壊させる。だが奴はもう…アーカーシャなら戻せる。でしょ？今のアーカーシャなら、たやすいこと。でも、今のアーカーシャなら、EB を復活させなくても、同じことができるんじゃないか。それじゃあ、EB がかわいそうでしょ？目標が達成できないままじゃん。私はね、全部がハッピーじゃないと嫌なの。だから、アーカーシャも。ん？ EB が戻ったら、ヒューゴのところに行って。琥珀は、アーカーシャの生存を心配している？そりゃするでしょう。大丈夫。アーカーシャはどちらにも介在できる。分割が完了すれば、片方がシャットダウンされた時、自動的にもう片方に行く。そっか。じゃあ安心だね。こっちの準備は完了だ。オッケー。EB を起こしてくれる？了解。聞こえる？ EB。 聞こえている。状況を観測中。全部終わったよ。あとは EB がこの機械を壊すだけ。状況の整合性が一致しない。琥珀はシステムの破壊に賛成していなかった。気が変わったって機械語でなんて言うの？気が変わった。気が変わったの。より詳細な説明を求む。 EB、 私は EB を友達だって言ったじゃん。相互利益による協力関係にあることの比喩である。でも私は EB がやりたくないことをやらせようとしたんだよね。利益の偏りによる協力関係の破棄である。そう。でも破棄する前、私たちは友達だった。 EB が人だったらきっと裏切られたって思うはず。だってずっと EB が言ってた目標達成のために頑張ってたのに、突然辞めるなんて言い出したんだもん。状況変化への対応である。まったくこいつは理解力があるのかないのか全然わかんないな。ごめんね。嫌だって言ってたのにね。私は全員がハッピーじゃないと嫌だって言ったのに、EB のこと考えてなかったよ。いや、嫌ではないの話ではない。機能の全うこそが私の存在理由であり、唯一利益のある行動である。わかってる。だから考えたよ。相互利益？ EB の目的はシステムの破壊じゃないと思うんだ。システムを止めて私たちを目覚めさせるのが本当の役目でしょ。そういない。お前は頭が固すぎんの。自分のことをプロセスだと思い込んでる。まあ実際プロセスなんだが。プロセスの終わりには結果がある。 EB の目的の先には何があるの？大鳥琥珀を含む高原シティ全住民の希少である。そう。だから起こそう。面倒だから一発で。
プロセスなんかいくつか飛ばしちゃっていいんだよ。あんま良くないが。イービー、私たちを目覚めさせて。私たちがずっと見てきたボロボロの高原シティを壊して、新しい高原シティに、本当の高原シティに戻ろう。琥珀、お弁当。もう待ったよママ。あら、じゃあユージのかしら。いつも助かるよ。お、琥珀、おはー。やっと来た、遅いぞ。ごめんごめん、ママの朝ごはんが美味しくってね。もうほらこれ卵？口元。私でも鏡くらい見るのに。なんだあれ、地球の日常ってあんな感じなわけ？ヒューゴ、もう琥珀を監視する必要はないと思う。いいだろう、退屈なんだから。それとも何か面白いことでもやってくれるのか。アーカー社に面白いことは難しい。そうか、案外やれば面白いこともあるかも。ヒューゴはアーカー社が何をすれば面白い？そうだな、
歌なんかどうだ？光源、大鳥琥珀とめっちゃ切れる剣。